どうも皆さんこんこにちはチャックバスです今私はですね帰国しております動画の中ではですねまだねイタリアローマとかにね着いたところで動画ね止まってると思うんですけどももうねあの帰国時代はしておりましてもうちょっとしたらねも、ま、しかしたらまた海外行くかもしれないんですけども、まあ、今現在ですねもう帰国してね日本におりますで ちょっとですねカメラの方を今ね修理に出しておりましてちょっとね緊急的にね動画撮っておりますのでちょっと昔のハンディカムとかでね撮影してるのでちょっとね画質がかなり悪いかななんていうふうに思うんですけどもちょっとしばらくの間はですね我慢していただければなと思うんですけどももしね解説動画を出したらですねで今回の動画なんですけどもこのねアメックスプラチナカードとかのこちらね私はプラチナカードですけどもグリーンゴールドプラチナあとそのビジネスカードですねアメックス リワードポイントっていうのはねこのポイントシステムなんですけども実はですね8月1日からキャンペーンがね開始されておりましてこのアメックスリワードポイントからヒルトンのポイントマリオットのポイントに交換すると30%増量されるっていうねまあまあいいキャンペーンがね来ているんですよねこれねちょっとアナウンスが全然されてなくてですね本当に今日までね私知らなかったわけなんですけどもこれはねアメックスリワードポイントで、ね、対象の カードを保有されている方はですね、結構いいのではないのかななんていう風うに思いますので、今回ねちょっと解説動画としてねやらせていただきたいなという風うに思います。で対象カードはですね先ほど言った通りですね、アメックスのリワードポイントからヒルトン マリオットのね。ポイントに交換という風になりますんで、グリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードのね。ポイント制度は対象っていた形になります。で、すので ana アメックスだったり、ヒルトンアメックスだったり、マリオットアメックスのね。ポイント制度はこちらね。対象外になるわけなんですけども、このね。グリーン。 ゴールドプラチナそのビジネスカぜひね最後までご覧いただければなぁと思います。でこのねアメックスのリワードポイントからこのホテルのポイントですねマリオット・ヒルトンね交換すると30%増量キャンペーンということで、まあ、結構ねいいキャンペーンっていう風になっているわけなんですけどもこういったキャンペーンはですねおそらくね私が知る限りね 本国の、ね、アメリカのこのアメックスのリワードポイントプログラムからヒルトンマリオットのポイントに交換すると増量キャンペーンっていうのはあるんですよね。私も海外ののブロガーの方で、ね、結構 見たたことで、ね、あったりすするんですけども日本のねこのアメックスのリワードポイントからヒルトンマリオットのポイントに交換すると増量されるキャンペーンっていうのは私の知る限り初めてだと思うんです,よ、ね、ですので今後ねこういったキャンペーンがですね増えるのであればですねかなりね朗報だと思っているんですよね。というのもこのねアメックスのリワードポイントっていうのは。 ANA マイルに、ね、交換すするることができるんできんよねしかもね1ポイント1マイルでね交換することができて、まあ、非常にいいんですけども年間の上限が4万マイルって決まってるんですよね。 ですので、すのこのアメックスプラチナの場合はですねレメンデバーシップリーワードプラスっていうね費用はかからないんですけどもグリーンとかゴールドとかだとですね、まあ、年間3,300円ぐらいだったと思いますけどもこちらねかかるんですよね。まあ、これに加入していただくと1ポイント1マイルでね平年マイルに交換することができるんですけども年間の縛りがね4万マイルまでっていうふうになりますんで、まあ、1年間なので1月から12月カウントっていうふうになりますんで年内4万年明け4万みたいな感じで、まあ、8万八万 8万ポイントまではね、まあ、交換することができるんですけども、まあ、最近のねアメキスキャンペーンね結構強化されておりますので、まあ、8万ポイント以上ね獲得した時にですね、まあぶれた分ねどうしようかななんていうふうに、ね、なるわけなんですけども、まあ、今回のようなねこういったキャンペーンがあるとですねかなりね利用しやすくてねいいのではないのかななんていうふうに思うんですよね。これね見た時ねかなりびっくりしたんですけども今後もねこういったキャンペーンで定期的にね、まあ、行っていただきたいな っていうふうに思うんでですよねで今回のねキャンペーンの詳細なんですけどもまずねマリオットボンボイポイントからね紹介させていただきますとアメックスのリワードポイントからマリオットボンボイポイントに交換した場合ですねこちら30%増量という風になります。で期間がですね2022年の8月の1日から2022年の9月の30日以降分までという風になります。で このね、キャンペーンの30%増量分っていうのは、ポイント付与時期が2022年の11月の末っていうふうになりますんで、こちらね、あの、アメックスのリワードポイントから、えー、マリオットにポイント交換するわけなんですけども、通常分がですね、マリオットの場合はね、同日中にね、交換することができるっていうふうになるんですよね。ここちららら初回回だととね、ね、週間ぐらいかかかるるるんんでででですすすすけけけどども、も、目以降からです、ね、同日中に交換がきわな 量分に関しては2022年の11月末頃にね付与されるっていうふうになりますんでこの点はね 覚えておいてくださいまたですね初めてねマリオットボンボイポイントに交換する方でこのキャンペーンに乗りたい方はですね2022年の9月の15日までね交換するようにね公式サイトに注意事項として記載がありますのでこちらで、ね、本当に注意しておいていただきたいなと思いますもしねあの初めての方で9月15日以降にね交換してしまうとこちらね30%増量で、ね、受けられない可能性がありますのでこの点はね注意して くださいで次にねヒルトンホテルポイントですねアメックスのリワードポイントからヒルトンホテルへのポイントに交換する場合ですね30%増量キャンペーンということで期間はマリオットと同様8月1日から9月の30日以降分までっていうふうになっておりましてこちらもね30%増量分はですね2022年の11月の下旬頃にね付与されるっていうふうになりますんで通常はですねヒルトンの場合は、えー、通常5日以内にね交換 完了するわけなんですけども30%増量分に関しては2022年の11月末っていう風になりますんでこの点はね注意してくださいそれでは次ですね交換レートなんですけどもマリアメックスのポイントからマリオットのポイントに交換する場合ですねメンバーシップリワードプラスっていうね加入していると アメクスリワードポイント1000ポイントがマリオットポイントね990ポイントっていうふうになりますでヒルトンホテルポイントに関してはアメックスリワードポイント1000ポイントがヒルトンポイント1250ポイントっていうふうになりますこれがね通常分っていうふうになっておりまして今回キャンペーンですね30%増量っていうふうになりますんでおそらく1000ポイントが990ポイントになってそれが30%増量っていうふうになりますんで297ポイントが追加されて合計ね 1287ポイントにね交換することができるっていった形になるんですよねですのでアメックスのリワードポイント1000ポイントをマリオットポイントに交換すると1287ポイントにね交換することができるっていった形になりますで次にね ヒルトンの場合は1,000ポイントが1,250ポイントっていう風にね通常でなりますのでこれがね30%増量っていう風になりますので375ポイントはね増量されますんで合計すると1,625ポイントっていう風になります。ですのでヒルトンの場合は1,000ポイントを交換すると 1625ヒルトンポイントにねなる感じですね、まあ、おそらくこれで合ってるかななんていう風に思うんですけどもちょっとこれもね今回キャンペーン初めてですのでおそらくねこのポイント数でね合っているのではないのかなと思います。で次にですねこのポイントの交換ね30%増量キャンペーンが来ておりますけども、まあ、これがお得なのかっていう話ですよね。でこれに関してはですね、まあ、冒頭にも言った通りアメックスのリワードポイントっていうのは1ポイント1万円 ママイルに、ね、マイルルねであれば交換するることができるんでできんすすよねですけれども年間4万マイルまでしかね交換することができないっていう風になりますんでこの4万ポイントを超えてしまった分ですねであぶれた分に関してはこちらねマリオットとかヒルトンポイントにね今回のキャンペーンに乗って30%増量でね交換していただくっていうのはですね、まあ、結構いいのではないのかなと思います。めちゃくちゃゃくお得ななのかってなるとですねね、まあ、やはり、ね アメックスリワードポイントっていうのはこのアメプラもそうですけども100円で1ポイントがねアメックスリワードポイントが貯まりますよねまあ、これが通常なんですよねだから100円で1ポイントで今回のキャンペーンでま30%増量されますけどもまあ、1000ポイント交換してマリオットの場合は1287でしたっけ1287ポイントでヒルトの場合は1625ポイントっていう風になるわけなんですけどもまあ、100円で1ポイントですよね まあ、貯まるのがですけども、まあ、ヒルトンアメックスとかマリオットアメックスとかねこちらの上位カードであれば基本的に100円決済で3ポイント貯まりまりすよねですので、まあ、非常にお得かっていう話をするとめちゃくちゃねお得っていうわけではないと思うんですけどもれたた分に関ししててははでですね交換していいいいいだくのは、ね、いいのではないのかななかと思いますまたねマリオットポイントに関してはマリオットポイントはね、まあ、ホテルでももちろん使えますけどもマイルにもね交換することができます まあここはね結構強い点だなっていうふうに思いますので、まあ、マリオットポイントに交換してでアメックスでね提携してないポイントのマイルの交換先ですねアラスカ航空であったりユナイテッド航空のマイレージプラスにね交換されたい方はですね今回のキャンペーンね利用していただくっていうのはですねかなりねいいのではないのかなと思います。ちょっっととねねね実実際際にに私私がポイントを持っていいいればでででですす、ね、す交換ここんんななな感感じじやりますみたた、ね、お見せしたいところなんですけども私、ね前回 今回の滞在でアメックスのリワードポイントも。 ゼロなんですよ、ね、まあゼロではなくて今ね326ポイントぐらいしかないんであの1000ポイントねあの言ってないんですよねですのでちょっと交換する姿をですね皆さんにお見せすることができないので、まあ、ちょっと申し訳ない部分ではあるんですけども今回ねこういった感じでキャンペーン来ておりますので、まあ、かなりねいいのではないのかなと思いますで次にですね今回のキャンペーンの利用方法なんですけどもこちらですね公式サイトの交換画面まで行かないとこのキャンペーンねあのー 公式サイトで確認することができないっていう風になりましてちょっと分かりづらいんでねこの部分も解説させていただきたいなと思うんですけどもまずね、あのアメックスのね、ログインしていただくとこの画面になると思うんですけどもこの画面のポイントのね、タブをクリックしていただくと一番右の方にですね項目としてマイルや定型ポイントに移行するっていうのがあると思うんですけどもこちらにね、クリックしていただきますで、ポイントをクリックした後にですねこのホテルのね、タブが出てきますので ののタブを押してていたたただだだくとマリオオットトボンンイだっっりりヒルーーナーだったりね出てきますのでこのページに行きますでこちらにねキャンペーン実施中って書いてあると思うんですけどもこのねホテルの名前をねクリックしていただくと、まあ、次の画面になりますんでここでねあのアイテム情報っていうのがあると思うんですけどもこちらをねクリックしていただくと、まあ、こういった感じでですねキャンペーンの詳細がね見れるようになっているっていうふうになりますんでまあ確認されたい方はですねこうやってね利用してね いいただければなと思いますす交換自体はですねこちらのもう一個前のねあの移行ポイント数のご入力ということで、まあ、ここでねポイント入れていただいて、まあ、定型の会員番号ね登録していただければですね交換することができるっていうふうになりますんで、まあ、利用されたい方ですねこんな感じで利用していただければなと思います。 とということで今回ですねアメックスリワードポイントからマリオットポイントヒルトンポイントに交換すると30%増量キャンペーンということで、まあ、個人的にはですね非常に待っておりましたこういったキャンペーン本当にアメリカ本土ではですねアメックスのねリワードポイントっていうのはあのマイルもそうですしホテルのポイントもそうなんですけども非常にこの増量キャンペーンって多いんですよね。で今までね日本でも早くあの開始にならないかななんていうふうにずっと思ってたんですけどもやっとね 開始になりましたっていう風になりますんでまあ今回ね30%増量ということでまあ、結構いい方なのではないのかななんていう風に思いますしまあこれからねもしかしたら40、50とかねそういったキャンペーンももしかしたら来るかもしれないのでまあ今回初めてねこういったキャンペーンが来ましたのでかなりね朗報っていった形になりますということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思いますこの動画が役に立った方いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ